メグロレン、スノーマン、の優しげな横顔ショット、フロム映画、ワタコンにファン文ンゼツ。坊ちゃんは小さい頃から薬草油が苦手でいらしたから映画、ワタコン、皆様から寄せられたお気に入りのシーン、第4弾が公開。画像、眼福の横顔ショット今回は、工藤家の手伝い人にして、 聖火、目黒ハスの母親と存在ユリエ、山本未来とミオ、今田ミオの料理シーンと、聖火の優しさがにじみ出る眼福の横顔ショットの2枚。ユリエは、聖火とミオが少しずつ距離を近づけていく様子を、微笑ましく見守っている存在、たまにアシスト。 ぼっちゃんは小さい頃から薬草油が苦手でいらしたから、ミヨが聖火の優しさに気がつくお風呂のシーンは、聖火の和らいだ表情、ここに悶絶するファン多数も印象的。このシーンを見たいがために、映画館に足を運ぶファンもいる様子だ。 映画情報、私の幸せな結婚、3月17日公開出演、目黒連スノーマン、今田美代か監督、塚原あ子脚本、菅野智恵原作、あごき、あぎとぎ、あくみ、私の幸せな結婚、主題歌、スノーマン、タペストリー、メントレコーディング。